初代国務次官補アンブローズ・ダットリー・マンアメリカ合衆国国務。次官補は、アメリカ合衆国国務省において、国務長官を補佐し、事務作業を管理する役職である。国務次官補は、1853年3月3日の連邦歳出法によって規定されたものが最初であり、この時定員は1名であった。連邦歳出法による、 国務次官補は1858年から1924年まで存在し、1913年までは国務長官に次ぐ第2位の地位であった。連邦歳出法による国務次官補は定員が1名であり、大統領に対して国務次官補を任命する権限が与えられた。その後1924年5月24日の外務職員法が制定され、 定員が4名に拡大された。外務職員法による国務次官法は1924年から1944年まで存在し、連邦歳出法による国務次官法と同様、大統領に対して国務次官法を任命する権限が与えられた。連邦歳出法による国務次官法から外務職員法による国務次官法に移行する。 再第二国務時間法及び第三国務時間法が廃止され、その業務は外務職員法による国務時間法に統合された。1944年12月8日、連邦議会は国務時間法の定員を4名から6名に拡大する法律を可決した。国務省は部署の再編成を実施し、具体的な職務を各国務時間法に割り当てた。その後、 より細分化された職務ありあてが求められるようになったことから、連邦議会は1949年5月26日に国務次官補の定員を6名から10名に拡大し、1958年7月18日には定員を11名に拡大した。国務次官補の職務は国務長官の命令及び法律により規定された。主として以下の職務が挙げられる。 現代においては国務次官補の名称は国務省内の多くの高官の役職名として使用されている。国務次官の下には世界各地域との外交任務を地域ごとに分担して管理する6人の次官補が配されている。また世界的諸問題に対応するため職務別に数多くの次官補が置かれている。ありがとうございます。